キャップ革命ワタルマン DX サイドストーリーこの野獣を思わせる力強いボディ、かっこよさと実益を両立させた2本のマガジン、本物だ。愛に10多様シシレオちゃん、あ、どうもドクトル香織の丸見えボタルマン。今日はここボトルマン博物館でこの CC レオン DX を隅から隅まで丸裸にしてみたいと思います。ドクトル香織の丸見えボトルマン CC レオン DX 編。 CC レオンは三頭身の一人、キッシャサオリが、あれ違うな、ヒドニッチ、あれシシガイレオン、なんかしっくりこないな。金獅子レオ、あーそうそう金獅子レオだよ。あーよかったよ、思い出せた。ではテイク2。 CC レオは三頭身の一人、金獅子レオがゴールドランクに昇格した時報酬の一つとして開発されたユニークボトルマンです。元ボトルキングシトラスとの対戦を夢見ていたレオ、しかし彼がゴールドランクになった時を同じくしてシトラスがまさかの失踪。対戦に間に合わなかったことを悔やんでも悔やみきれなかったレオは、もともと売りにしていたスピードをさらに求めるようになったと言われています。この機体はまさにそんな彼の思いが形になったと言えますよね。最大の特徴はなんといっても10連射を可能にした2本のクイックローダーマガジン。開発のきっかけはレオのこの言葉でした。このレオは常に刺激を求める。お前たち電車を極限まで追求したボトルマンを作るのだ。百獣の王だから100連射と行きたいところだが、10連射で勘弁してやる。できなければ食らってやるぞ。10連射って10と10をかけてるんだな。意外とお茶目だな。いくら報酬とはいえ無茶苦茶な要求ですよね。現代のコンプラ的にはアウトだと思います。でも BMA の研究員たちは真面目に考えました。10連射を実現するためにはまず10発のキャップが入るマガジンを作らなければいけません。そこで最初に開発された試作品がこちら、超超ロングマガジン。いいなこれ。開発初期特有の荒削りなデザインと力技な設計というか、開発の過程を見られるなんてめっちゃいない。やばい、まず一つ残らず脳みそのシワに刻み込んでおかなくちゃ。え、やばこの試作機を見たレオの感想は次のようなものでした。長い、長すぎる。これでは取り回しが効かないし、リロードにも時間がかかりすぎる。連射タイプの長所が台無しではないか。そういうとこもまたいいのに、わからないかな。会議は紛糾、研究員たちは時に罵り合い時に踊り合い、けれど一向に進まず、開発チームは解散寸前まで追い詰められてしまいました。そんなピンチを救ったのはやはりこの人。獅子はウサギを先人の谷から落とした後、ダメそうなら助ける、こいつを食らって元気を出せ、ガオー、はあ酸っぱい、元気が出る。だけどなんだか頭が冴えてきたぞ。そうかレモンに含まれるクエン酸の効果で疲れが取れたんだ。ありがとう金獅子レオ。研究員たちは人が変わったように猛烈なスピードで開発を再開させました。いくつもの試作機が作られては消え作られては消え、試行錯誤を繰り返し、ついに完成したのがこれ。4発装填のマガジンを2本背中に装着、さらにお腹と背中に1発ずつ装填することによってついに10連射を実現したのです。これなら激しく動いてもマガジンが邪魔にならないし、リロードも素早く行えますね。そして見てください、ここマガジンと本体のジョイント部分。はじめはマガジンを外した時にキャップが落ちないよう蓋をつける案やロックをかける案などがあったようですが、リロード時間短縮のため全てカット。代わりにマガジン単体の時にキャップを落とさないようにするストッパーがレオン本体にジョイントした時のみに解放される仕組みになっているのです。素晴らしい、開発コンセプトを決してぶらさず考えに考え抜かれたこれ以上にない機構。どんな宝石や芸術品も裸足で逃げ出す完璧な美しさを放っているじゃないですか。
さすがのレオ氏も大満足。早速名前を付けようと考えます。そうだな、4発ずつ装填のマガジンが2本、それにこのレオの名から取って CC レオン、こいつの名は CC レオン DX だ。後に全ボトルバトラーを震え上がらせることとなる CC レオンちゃんの誕生です。おめでとう CC レオン、よろしくね CC レオン。さらにレオンの要望に応える形で様々なカラーバリエーションの機体が生まれました。どうですかこの分かってる色使い。もう我慢できない、ドクトル香織だ、捕まえろ。ねえ大丈夫だから、ちょっと解析、いや見学してるだけだから。君はとっくにここを敵になってるはずだろう。展示されている機体を分解しようとして、こんなこともあろうかと興奮度メーターをセットしておいてよかった。わあ、あれって担当人最後の一人、紅白のアールグレイウォーDXじゃん。もう展示やってるな、見たい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 。まだ持ってたのか、おっしゅ。ちょっとぐらいいいでしょ、グチュー。というわけで以上、ドクトル香織のボトルマンレポートでした。次回をお楽しみにね。プレゼントキャンペーン中、クイズに答えて応募してね。